おはようございます。2024年2月24日土曜日です。おはようございます。2024年2月24日土曜日です。今日ですね、日光にやってきました。久々の山歩きではないんですけど、去年のですね11月、これもですね、まあくしくも、奥日光だったんですけれども、竜王峡というですね、秋の、竜王峡散策以来の、山歩きというか自然の散策動画ということになります。ここはですね、千丈ヶ原にあるですね、赤沼という駐車場ですね。そこからですね、今日は千丈ヶ原を通って、伊織滝という竹がですね、氷瀑として、この時期、見事な様子となっているそうなので、今日はそこに行った様子をご覧いただければというふうに思います。いろは坂も越えてきたんですけれども、昨日おとといですね、この辺り、雪が降りまして、かなり綺麗に、木々に雪がついていた様子を今見てきたところです。気温はですねマイナス2度、3度、そんなもんですね。歩けばですね、今ちょうど日差しも出てきてくれましたので、いい感じの気候で歩けるんじゃないかなと思いますし、滝までのルートもですね、ぜひ紹介していければなと思いますので、ご覧いただければなというふうに思います。今年はまあ短いですし雪も少ないので、その中で精一杯ですね、楽しんできた様子ご覧いただければなと思います。では行ってきます。はい、駐車場はこんな感じで、私今日遅い部類だと思うんですけれども、無料駐車場ですね。車はね、何台だろう、なんか 4,50 台止まってんのかな。こんな感じです。はい、これが千丈ヶ原の入り口ですね。そこのトイレも使えるのかな。向こうのトイレはね開いてました。でこっから千丈ヶ原自然探索路ということで、まずは小田代湿原、そこを目指していきます。はい、湯滝との分岐、これはこのまままっすぐ行きます。はい、赤沼からちょうど1キロぐらい進んできました。小田代ヶ原と、尺投げ橋の分岐です。小田代ヶ原でこの尺投げ橋、こちらを目指します。今日はですねこれだけ晴れましたし、今風もなくてですね、もうネックウォーマーも外して、汗ばんできたぐらいのそんな感じの気候で良かったなと思います。赤沼の駐車場に車が 4,50 台いたんですけど、その人たちは先に行ってしまったのか、辺りはもう人がいなくなりました。
で、まあこれはあまり参考になるかどうかわかんないんですけど、路面はですね、結構ここはもうふかふかの雪ですね。アイゼンもチェーンスパンもいらないです。さっきもなんかスノーシュー持ってる人いましたけど、どこで掴んだろうかって感じで、まあ踏み固められてますので、今現在は、そういった装備はいらないですね。まあこれもですね、雪の降った量ですとか、また来年になればですね、今年は本当暖冬で雪がめちゃくちゃ少ないので、ちょっとあんまり参考になるかどうかわからないんですけど、まあ今シーズンはですね、まあこのまま普通に長靴でも、トレッキングシューズでも、履いて、そのまま進めます。足跡見てもですね、そんな感じしますね。はい、ちょっとですね、木に隠れちゃってますけど、あれが南大山ですね。どっかちょっとこの木々がいない場所があれば綺麗に見えるんですけど、ちょっと向こうの方が曇ってますね。まあ山頂というかてっぺんの方まで見えますけど、はい、釈投げ橋に出ましたが、ここ車道でして、実はですね、どう来たんだろうな。結局ね、こっからこう行くのと、先ほどの分岐右に曲がって歩道ずっと行くので同じなんですよね。こっちの方に行きたいので、まあ小田代ヶ原の出現を目指すということで、まあ、ルートとしては合ってます。まあちょっとこっちミスりましたね。まあ車道このまま進んでいきます。はい、スタートから50分ぐらいですね。ここがですね、幕張峠という峠です。で、これを右手に進むとですね、高山という山がここですね、あるようでして、今結局この赤沼からですね、まあ、こう誤って行ってしまいまして、この今車道をずっと歩いてきました。でこの後あと15分ぐらい行くと、まあその10分ぐらいかな、小田代ヶ原ですね、ここにぶつかって、まあ、展望台が15分ぐらいで行けるのかな。でここからまあ本来であれば車道に出て、弓張峠を目指すといった形です。はい、幕張峠からですね、小田代ヶ原の出現を目指して歩いてます。ちょっと今気持ち標高が高くなったせいか、ちょっと雪が増えましたが、まあ、全然まだこんな感じでね、アスファルトも見えてますので、問題はないですね。ちょっと今ね隠れちゃったけど、ここに前白根から白根山一帯が、栃木県と群馬県の県境で、まだ2月、今月の頭ですね、丸沼高原でも滑ったので、斜面の向こう側が、スキー場になってるんですけども、そんなところを歩いてます。まあ、本来であればね、湿原を歩いた様子を撮りたかったので、ちょっと10分戻って、千条ヶ原歩けばよかったかなと思いますけど、千条ヶ原の様子は帰りにでもですね、そっちちょっと回って、帰ろうと思ってますので、まあ、まずは最短距離で、今小田代ヶ原の展望台ですね、今目指してます。まあね、さっきはね、実は鳥がちょっと鳴いてましたし、まあ、本来雪のシーズンは鳥なんか出てこないんですけれども、まあちょっと春を思わせるような、そんな感じの気候です。はい、時刻11時ですね。小田代ヶ原湿原の、まあ、これ入り口ですね、まあ、湿原がこの奥になるんですが、ちょっと見づらいかな。ここに今もう、行きたいんですね。でこの湿原からだと、まあ、こういう風に回るようなルートになってしまうので、このまま引き続きですね、車道直進してきます。で、弓張峠越えて、この富山沢ですね、この富山沢沿いに、まあ、どっかこの辺かな、滝がある見込みです。
小田代ヶ原の南岸ですね。結構最近降った雪がですね、まだ飛ばされてないんで綺麗に見えてますね。ちょっとこう下が凍ってます。いやーすげえよく晴れた今日は。これね、また昨日とね、明日からまた天気悪いんですよね。今日は本当に日が良かったです。はい、11時8分です。まあ回り道をしてですね、スタートから 4.3 キロ、ようやくですねここから正規ルートに、入っていくというわけで、小田代ヶ原湿原の、展望所とトイレはですね、あそこ冬は使えないんじゃないかな。東屋がありますけどね。着きました。ちょっとここで一息入れます。はい、それでは再開します。今日はね、あの雪がしっかり乗ってるんで、特に足元は気をつけないで、あのまあ長靴のまんまですね。私このまま歩いてますけど、雪が結構溶けてきたりすると、ここは凍りやすいので、そのあたりは注意して進んでください。ここからですね、湿原の方も入れますので、まあ、時計回りにもですね、湿原散策ができます。坂をですね、少し登ってくると、泉宿池との分岐がありますが、これはですね、西の湖の方に、そのまま進んでいきます。弓張峠の標識はなかったんですが、おそらくこれを進んでいくような感じになると思います。ここは植林ゾーンですね。これ思わずね、最初この木を守ってるのかと思ったんですけど、この輪っかになってる中にですね、どれもこう苗木みたいなのがあって、それをこう保護してるために、まあこれは金網かの外にこの杭がくくりつけられてます。この先ね、沢を2つ越えなければいけないので、ちょっとそこは気をつけた方がいいですね。結構ねこの時間になって、今もうお昼近いんですが、前からだいぶ人が戻ってきてますね。いやー暑いです、歩いてると。はい、スタートから 6.3 キロ、ここですね、川越えます。一つ目の沢越え、結構ねこれ氷は当てにできないんですね。結構薄そうなんで、ここをね皆さん渡ってました。こっちかな。まあ石があるんで特に問題ないんですけど、気をつけてください。はい、あとどれぐらいで着くのか、まだよくわからない中で歩いています。結構でもね、やっぱり前から、来る人ちょこちょこいますね。まあ、もう少しだいぶ前に抜かれた人がさっき戻ってきてたんで、もう少しで着くんじゃないかなとは思ってますけど、やっぱりですね、この滝の入り口からはですね、まあ、100m、200m 緩やかに登ってきてますけども、相変わらずまあ歩道の雪の具合はもう固く踏みしめられてますんで、僕は長靴だけで行けてます。あ、いいですよ、上がっちゃって。はい、2回目の川越です。
今来た人にいい加減道聞きまして、あとまあ10分から15分ぐらいだそうです。こっちの方が結構滑りそうですけど、これでこっち側に進んでいきます。大体スタートから今 6.6 キロ、そんなもんですね。ここは草がもう丸見えです。日当たりがいいんでしょうね。今来た人も去年と比べてやっぱ雪の量が圧倒的に少ないと言ってました。まあそりゃそうですよ。もう今年はスキーもですね、ほぼもうシーズン終わりですので、まあそんな中でもね、まあ、こうして雪道を歩いて、ちょっと進んでるわけで、まあなかなかいい体験ができてます。もうちょっとこの奥ですね、スタートから、まあ、30分ぐらい休んでトータル3時間ぐらいですね。まあ、お回りして 7.2 キロ、例年よりは小さいんですけれども、着きました。今誰もいません。本当はね、もう少し真ん中の滝が下の方まで氷になってくれてるのが理想なんですけど、まあ今の、状態ということで今日はやってきました。はい、じゃあちょっと向こう岸に行ってみます。うわ、これは浸かると猛烈に寒くなるんで気をつけますけど、あ、こっちでも風が当たるから冷てえな。この辺はね、結構もう硬いですね。何度も氷になってその上に雪がくっついてるような、そんな感じですね。あ、こっちの方が冷気が来るな。ここはねヘルメットしないとこの氷がね溶けて落っこってくるんで、結構気をつけた方がいいと思います。本当はねここの滝の裏側に入れるんですよね。あ、もうすごいな。今年は滝が小さいです。いやすごいな。ここは結構ね、こう折れたつららなんかが転がってますけど、滝をこう今裏側から見てます。かなりこう突起したつららたちができてますね。はい、時刻14時15分です。だいぶ日陰になって体も冷えてきまして、ここから袋に入ります。愛用していた GoPro が壊れまして、急遽 iPhone で撮ってますけども、帰りはですね小田城ヶ原の湿原ですね、あちらをちょっと紹介していこうかなと思ってますので、まあ、途中までの様子は何かハプニングがなければですね、このまま、進んでいこうかなと思ってます。スタートから10キロですね。ようやく、小田城ヶ原の、木道ですかね、遊歩道に出られました。でこれを右に行くとですね、先ほど往路できた、小田城ヶ原の展望所ですね、そこに繋がる道になってまして、今度ですねこの右、こちらに行くとですね、まあ、千丈ヶ原の方に泉ヶ宿っていうところもあるんですが、
そこからまあこう戦場ヶ原の方に出られますので、まあ、この男体山を眺めながら、そっちへ進みます。もう今ね3時回りましたんでね、この時間もうさっきよりだけからのもう帰りもずっと人はもう見てないですね。これでもね雪も少なそうなんで、まあ、普通に相変わらずこう長靴で進んでます。はい、ちょうど時刻16時ですね。ここまでスタートから 11.5 キロ、まあ、分岐ですね。あの湯滝っていう湯本はですねこの、北側になるんですけれども、こちらが千丈ヶ原の入り口ですね。あと赤沼までが今 2.8 キロと看板が出てまして、この時間ではまだ男体山がこれだけ綺麗に見えます。本当に今日は、ね、穏やかでね風もねほとんどないいい日です。じゃこの方ですね、千丈ヶ原を進んでいきます。男体山をどでかく見られる、ビュースポットです。左の山何なんだろうな、あっちもまだ綺麗に見えてますけどね。ご覧のような感じです。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ちょうどね今夕日が僕の顔面に当たってますけど、ちょうどこう男体山越しにですね、動画回せそうなんで撮ってます。先ほどあの GoPro 壊れたので今 iPhone で無理やり撮影してますので、どう撮れてるか分かりませんけれども、まあこれで今日の総括とさせていただきます。今日はですねあの弓張峠の先にある、伊織滝をまあ見に行くというのが目的の一つでして、まあピークの時よりはですねだいぶ小さくなってしまいましたけれども、それでもなんとか小田城ヶ原の湿原からですね弓張峠を越えて行くことができまして、まあ、少し回り道して片道7キロでしたね。雪がもう今踏み固められてましたので、チェーンスパイクで十分行けるような感じで、ピークの時だとやっぱり峠からはスノーシューがいいみたいですね。まあ、トータルで多分今日14キロ15キロぐらいまあ雪の中歩けたかなと思います。また3月半ば以降はですね山歩きと、あとまたキャンプですね、冬の期間やってませんでしたので、またキャンプの動画もですねお届けしようかなというふうに思ってますんで、ぜひ期待していただければなというふうに思います。では今後もですね、まあ、こういった形で危なかったですね、今後もですね、こういった形で、まあ、自然と、戯れた様子、まあ、紹介してまいりますので、ぜひ、気になる方はですねチャンネル登録と、あと本日の今回の動画の高評価をぜひいただけたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。Thank you.